コールドフィート計画はアメリカ合衆国の中央情報局が行った情報活動である。ソビエト連邦が北極海に設置して後に放棄した流氷基地から情報を取り出すことを目的として1962年5月から6月にかけて実行された。工作員の回収にはフルトン回収システムが使用された。コールドフィート作戦は 1961年5月に北極海上空の航空時気測量を行っていた海軍機からソ連の流氷基地を目撃したとの報告を受けたことから始まった。その数日後、流氷基地 NPQ への物資供給に使われていた氷の滑走路が氷球脈によって破壊され、最終的に北極海で砕けてしまうことが想定されたことから、この基地から撤退すると、 ソ連が発表した。放棄されたソ連の流氷基地を調査するという計画にアメリカ海軍研究局が関心を持った。その前年にアンアはソ連の潜水艦を監視するために使用していたアメリカの流氷基地に音響監視ネットワークを設置した。アンアはソ連が極地の氷床を通過するアメリカの潜水艦を追跡するために 同様のシステムを持っていると想定していたが、これを裏付ける直接的な証拠はなかった。また、アンアはソ連の流氷基地の取り組みをアメリカの作戦と比較したいと考えていた。問題は NPQ への行き方だった。NPQ は砕氷船では到達できないほどの氷山の奥深くにあり、ヘリコプターの航続距離外だった。 コールドフィート作戦を指揮するジョン・キャドワ・レーダー隊は、フルトン回収システムを利用する絶好の機会だと考えた。アンアチリ学部門の北極プログラムの責任者であるマックス・ブリットン博士の推薦を受けて、海軍研究主任のエルディ・コーチ少将は、作戦の予備計画を承認し、海軍作戦本部長の最終承認を求めた。実行は、 天候がよく日照時間が十分にある時期である1961年9月に予定された。NPQ は作戦の出発地点として計画されていたグリーンランドの中レベー空軍基地から600マイル以内に位置していた。アンアはこの任務のために優秀な調査員2名を選出した。空軍のジェームズ・スミス少佐はアメリカの流氷基地に勤務した経験を持つ。 空挺隊員であり、ロシア語に堪能だった。海軍予備役のレナード A ・レシャック中尉は、元南極地球物理学者で、1960年にアメリカの流氷基地 T-3 に監視システムを設置していた。レシャックはパラシュート効果の資格を持っていなかったため、ニュージャージー州のレイクハースト海軍航空基地でパラシュートの訓練を受けた。二人は夏に、 フルトン回収システムの訓練を受け、メリーランド州のパタクセントリバー海軍航空基地に、ある海軍航空試験センターで p 2ト哨戒機の乗組員と一緒に作業をした。プロジェクトで使用された P-17GN809Z 正式な許可が降りるのが遅すぎたことと、NPQ が遠くに漂流してしまったことから、この計画は延期された。百六十二年三月には、 別の流氷基地 NP8 が放棄されたというニュースが流れた。NP8 はカナダの飛行場からもアクセスできる距離にあり、NP9 よりも設備が新しいものだったことから、プロジェクトの目標は NP8 に変更された。1962年5月28日。 CIA の B-1744 から85,531を改造して N809Z として登録され、コーニー・シングリストとダグラス・プライスが操縦する機体で二人は NP8 上空まで運ばれ、パラシュートで降下した。6月1日、シングリストとプライスは B-17 に搭載されたフルトン回収システムを使用して、 収集したソ連軍の装備品ともに二人を回収した。この任務では最初にソ連軍の装備品を回収し、次にレシャック最後にスミスと三回に分けて回収しなければならなかった。コールドフィート作戦は成功した。この作戦でソ連の北極圏における研究活動に関する情報が得られた。その中には、 アメリカの潜水艦を探知するための音響システムに関する先進的な研究やソ連が北極圏における対戦線技術を開発しようとしていた証拠も含まれていた。ありがとうございます。